えでは第26週目のテクニカル見通し26週目は6月24から28日までの6月最後の週になります、えー、今回ねあえてなんですけども「都市伝説との勝負」というねタイトルを付けさせていただきました、えー、そして間もなく160円にまた入ってしまいそうですけども160円に入るとどうなるかそうなんですよね介入が前回ありましてそこからそんなに日が経ってないんですよね それこそ2ヶ月も経たないうちにまた介入水域の真っただ中なわけですよ。どうしましょうという話になりますけどもそこで出てくるのが都市伝説です。まあ一つの法則として1回介入するとね連続して介入できるのは3日以内なんですよ。それを過ぎると改めて IMF に相談してこう介入する相手側多くは アメリカなんですけども、アメリカ市場のお伺いを立てなければいけないんですよね、だから介入って言ってもね、単独で日銀財務省ができるものではないんですよ、やっぱりドルを放出するってことになります、ドルを売るってことになりますから、基本的にアメリカは嫌がるんですよね、以前、えー、リーマン・ショックの時に、あに、ドルをもうちょっと引き受けてくれっていう形でアメリカに持ちかけられたことがありました、それを突っぱねた当時の金融担当大臣。 中川昭一さんは、まあ、生きてる状態ではなくなりました。まあ、そのぐらいのことが起きるんですよ。ね。当時はね、日本はアメリカの ATM じゃないよ、つってかね、はねのけた、だったかな。こんなセリフだったと思いますけども、そんなことを言って、ドルを10兆円引き受けるのを断ったんですよ。まあ、結果的には、さっきお話したようなことがあって、10兆円引き受けざるを得なくなったんですけどもね。まあ、そんな感じでね、ドルを売るって、 日本のの単独ででできないんですよ介入ってのはだから結局表向きは単独で介入してでアメリカと一緒に介入することを協調介入って言いますけども結局いつも協調介入なんですよ許可がなければアメリカ国債売ることができないつまり介入ができないってことなんですよねはいえー、でね都市伝説がちょっと関わってくるでしょ今の話でもでプラス今回160円で介入してまたね 今、介入水域来ちゃったんですけども、これはもうさすがにね、許可が出ないんですよ。アメリカの方がね。そんな短期間に、アメリカ国債バンバン売ってくれるなと。アメリカ国債が値上がりするのは、アメリカにとっては有利なんだからさ、と。日本の都合なんて知ってらんないよ、みたいな感じで、今回の介入、基本的には NG なんですよ。で、そうなると、160円、161円、162円と上がっていっちゃうじゃないかなってことなんですけども、ただそうは、 いかないんですよね。日本としても手を打つ覚悟があるんですよ。それは、大型のドル債、ドル国債、ね、ドル建ての国債があるでしょそれを保有してる個人とか民間の事業者にお願いして国債の放出をね、やってもらうってことなんですよ。そうすると、日銀も、それから財務省もやってませんよって言えるんですよね。まあ、アメリカからピンとくるでしょうけどもね。まあそういうふうなね、 都市伝説的な裏技もあるようなんですけども、はっきりとわかりません。ただ、このぐらいのことはやっぱり警戒しておかないと、なんだこの値動きはっていうことのね、説明がつかないんですよ。まあ、いろいろとやってくれるぜって話なんですけどもね。はい、じゃあ、都市伝説はこのぐらいにしまして、こっからテクニカル的な見方です。はい、今までお話したことは忘れてくださいね。はい、前回の介入から同じ水準に来て、もう間もなく、もうこれ、もう一回介入してね、 人工的に価格を落とさないとどうにもならんところまで来てます。まあですんで我々としてはトリガーを用意した上でテクニカルをかけていくことになります。基本的には倍の戦略ですよ。で、トリガーの位置っていうのもその時その時の値動きに合わせてどんどん移動してくださいね。ここはもう、うん、テクニカル構造で教えることではないんでそれぞれの方の度胸と裁量に任せます。もちろんトリガーなんてかけずに やらないと基本的にはダメですよ、こんなのは。<laughs> はい、それではね、週足を見た後で、今度、冷やしの方に移っていきましょうか。ねえ、いろいろと事情があるでしょはい、それでこれが冷やしなんですけども、ほら、前回介入が起きて、こうなって、こうなったわけですよ。2段階の介入があったわけですよね。で、そこまで来ちゃってるわけですよね。うん。で、全然とどまることを知らないと。高値を更新して、安値を更新して、こういうふうにどん,どんどんどん上がってきちゃったんですよね。 でさらに、この要線の勢いっていうのはとどまるところを知らないかなってところなんで、まあ、非常にね、やばい状態でございます。私たちとしては、基本的には倍を繰り返していけばいいんですけども、ただ、160円でね、都市伝説の状況を知らない投資家さんは、まだ警戒して160円で抑えてくると思います。ボラティリティが収まると思います。だからこれが本当に収まれるかどうかっていう確認をしながら、私たちはその上を行くことになりますね。都市伝説もあり、 都市伝説もも知らないい人の動きもありととうことでどちらに触れるかなってことを市場を見ながら私たちは行動を検討しなければなりませんそれが月曜日にすることです、ね、そして月か水が一つのマーケットになってますから分かった時点で月曜日飛び込まないといけないですねじゃあ次は4時間です、はい、4時間すごい急騰ぶりですねぐわーんといってもうとんでもないところ上がっていきます、うん、もうとどまるところない何も抑えるものはないですからね あるとしたら前回の介入の160円台でのヒゲです <laughs>。それはもうわかりませんので、月曜日の様子を見てからってことになりますね。その際、トリガーをかけながら、倍でエントリーするっていう動きになるわけですね。じゃあ肝心、らめの私たちのマーケット1時間はどうなってるでしょうか。ね。前回ここで、ああ、もう上昇に変わり目が一旦来たなと思ったんですけども、 そんなことはなくて、もう一回ここをね、ブレイクしちゃいました。もし、当時、深夜ですけどもね、まだ寝ていなくて起きている状態だったら、ここでブレイクして、これも取りに行ったと思います。まあ、この考え方はいつでも持ってみましょう。はい、それで、こっからなんですけども、もう止めるところがありませんから、月曜日、先ほどお話したことが確認できたら、倍のポジションを立てることになります。月曜日から。 もちろん、バイのポジション立てればいいような状況がね、判断できたんですよ。そのあたりは、まあ、月曜日のお昼ぐらいの相場解説でできると思いますけどもね。えっ、ー、と、24日の。で、テクニカル的な解説はあ、以上のような形でございます。とりあえず、セルで取るっていう場面はありませんし、レンジができるっていうふうな場面もありませんので、残された選択としては、上昇トレンドが継続する、バイでエントリーをするってことだけです。ただし、介入は入らないにしても、 先ほどのね、裏介入っていうのがあるかもしれません。ね。それからその裏介入という事情を知らない方とか、その介入のルールをご存じない方が、あ、そろそろ介入が入るんじゃないかなと思って、ポジションを倍で取るのをやめてですね、利確に入る可能性もあります。だからこの安倍を月曜日にしっかりと見ておくっていう形になりますね。はい。それではちょっとややこしいところがありますけども、今回の 相場解説いかがだったでしょうかなんかいろいろと気づくことがあったんじゃないかなと思いますしややこしくって結局どうすればいいんだわかんないよって方もいると思いますわかんないよって方に関しましてはサポートしますのでメッセージをくださいそれではお疲れ様です